スノーマン・メグロレンの売り出し方を間違えたポスト・木村拓也失敗でジャニーズ第5さん。ジャニーズ事務所がスノーマン・メグロレンの売り出し方を間違ったのではないかと話題になっているメグロは今やジャニーズの若手トップポスト・木村拓也とも評され嵐・松本潤ですら到達することができなかったその地位に上り詰めようとしています さらにジャニーズは、木村の失敗点を踏まえて、メグロを完璧な存在に仕立て上げようとしているのです。芸能記者。昨年からメグロは映画やドラマに多数出演して、俳優仕事に力を入れている。まさに木村が辿ってきたスタールートだ。現在は主演ドラマ、トリリオンゲーム t b s 系が放送されている。このトリリオンゲームが問題なのです。 メグロは今まで口数の少ないクールキャラばかりを演じてきましたが、今作はおしゃべりなチャラい陽キャタイプ。このキャラを演じるのが絶望的に下手で、これまで高かったメグロの演技評価が急落。メグロファンは記号演技の幅がすごい記号と褒めていますが、世間からすると記号化けの皮が剥がれた記号という印象でしかない同記者。一体なぜ 目黒はこんな役を引き受けてしまったのか。そこにはジャニーズのとある目論みがあったという。